そう。発表します。はい、手札に8、でこれを捨てて、はい、1、2、3、サジスチュ、はい、進行値をまず2貯めます。はい、で来点を回復します。はい、6、2、5、8、でエドです。どうぞ。はい、回復します。ドローします。あれ俺チェックしてない。あ、ほんとです。うん、なるほど。ハンド1。3コスト、はい、新医療配置します、はい、3000の2で攻撃した時対戦相手のユニット1体が防御できないわよ。乗るっと、ターン終了します。はい、では上がります。ドローします。アタックセットデザインみたいです。はい、アタックします。押します。はい、18で進行値が2個。はい、で、エムです。どうぞ。回復します。ドローフェーズ、チェックフェーズ、そうなるのであれば、戦闘入ります、はい、吠える新遺留攻撃、はい、3002、効果を砂術師に与えます。はい、砂術師に与えて、これが防御できない、できなくなる、はい、OK です。それは2点通します。はい、4です。続行で狛犬も攻撃します。2500の2、防御前フェーズに3コスト、はい、L よりゲートークを出します。なるほど、今時代速3か、はい、はい、なので、こちらで、総裁ですね。はい、ユニットです。はい、では第2メインフェーズ、はい、3コスト払っ
って、夢魔城を配置してターン終了します。フローしまして、はい、今アタックが20になってる。何としますか。はい、回復します。ドローフェーズ、チェックフェーズ、実際発展します。はい、0点の強いハンド、はい、アイシクルスラッシュ時代でヘスティア落ち、はい、で戦闘フェーズに入ります。はい、うん、ホエル新入流攻撃3000の2、防御負荷をこちらに乗せます。あ、うん、こちらに乗せます。こっち、はい、はい、それではちょっと考えていいですか。はい、ではまず、ブロック宣言をします。ブロック指定します。はい、はい、でダメージ前ステップに、はい、まずこれで、はい、プラス500、はい、して、3000になります。はい、で2コスト、暗黒のカリスマを、うん、新コーチを3使って、2個の効果を選びます。はい、まず1個の効果マイナス500、はい、1の効果をそちらに、はい、で、回収の効果、0点の月酔いを回収、黒のユニットを回収します。はい、でこれが手札ですね。はい、でそのままダメージステップに行きます。はい、では解決します。はい、で3、こいつの能力は500はもうついてる状態なので3000のままですね。うん、はい、では戦闘続行します。はい、夢魔女攻撃2500の2、それは悩みますね。受けます。はい、じゃあ総裁で、はい、では、第2メイン、はい、3コスト、0点の月用意、はい、DNA トークンもらいます。うん、で、あー難しいな。これは難しい。2コストガスタルフターンエンド。ここでガスタルフ、ターンもらいます。はい、回復ドロソリアド配置します。はい、ガスバルクがどうする。ごめんなさい、ペバルクしかかった。はい、進化します。はい、まずこれを使うよ。はい、こちらを手札、こちらを手札、こちらを捨て、うん、わかりました。3コスト、はい、0点のスキル、はい、出ます。
コスト、メドアの聖地、進行地をまず2個食べます。はい、で、セントフェズに入りたいです。はい、どうぞ。はい、セントフェズ、8で殴ります。幻影で防御します。はい、幻影で防御は、うん、それは通し、はい、この、はい、で、進行だけちょっと食べますか。はい、はい、では、メドです。どうぞ。回復します。ドローフェイズ、チェックフェイズ、戦闘フェイズ入りますね、はい、ガスタルフ攻撃、3000の2オーラ。はい、ではそれを持っています。4点から2点へ。第2メイン、はい、0点の突き多い、はい、とターン終了します。はい、回復します。どうぞ。負けました。はい、ありがとうございました。厳しかったですね。ガッサル、なんか最後にガッサルが来ると思ってなくて、状況が先行空間とかを引くの待ってたんですけど、 あれ来るかなとはずっと思ってたんですけどね、はい、コーチをちょこちょこと見ながら待ってたんですが、全然来なかったですね。序盤で押されすぎましたね。結構削りましたね、序盤、うん、ね、リセットかけても間に合わなかったですね。コマ犬が、はい、いい仕事しましたね。コマ犬、働きました。やばかったです、あれはもう、ね、そうですね、あのラスクロして、はい、NGC、そのつながりで NGC して、へー、そこから、あ、そこからなんですか、はい、あ、本当ですか。 NGC の番組を見るようになって嬉しいです、ありがとうございます。最近あの MTG も僕やってて、うん、MTG のオリジンやってたから、はいはい、もう楽しくてどっちもね、はい、いや、いつもありがとうございます。こちらこそ本当にどうもありがとうございます。まあ、定期的な放送になっちゃってちょっと放送回数減っちゃうんですけどね、減っちゃってるんですけどね、ラスクロは、うん、まあ、あのそれは寂しいですけど、まあ、はい、今後ともその時はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構あれですね、その今次世代機ちょっと持ってなくて、ああ、はい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 、なんで逆にその次世代機のゲームを見る機会がその NGC の番組みたいな状態になって、あ、なるほどなるほど、ちょっと欲しくなりつつも工事。まあ確かにね、実際機結構コストがねかかりますからね。そうなんですよね。うん、まあまあ PC 版とかが出てるからどっちでもいいかなと思ったりもするんですけど、はい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 、なかなかちょっとですね、手出しにくい高さかなと思いながら。ですね、ですね。気軽にちょっとなんか 3DS のソフトとか、うん、そっち系みたいにちょっと気軽に買えない、うん。っていうのがありますから、なかなかです。いろんなタイトルやってくんで、はい、ぜひ参考にしてもらえれば。楽しみに。うん、はい。今日がリアルラスク初めての。あ、そうなんですか。へぇ、オンラインの方は、はい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 、はい、なかなかちょっと勝手が近いすぎて。うっかりね、でも全然あの慣れてらっしゃったというか。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。よくオンラインだけやってオフラインやってないとあのフェーズ飛ばしたり結構あるんですけど、問題